かなり前、なおかつ、ファンタジーの、まあ、本質ができてるかどうかわからないけれども、すごくそのテーマ的にリンクしているいろんな工夫だとか、そういったものをちょっと存分に盛り込みたいなと、思って、何か、これからことをなすんだっていうような、力現代劇寄りの書き方をしているんですね。で、そのガリカを書くことによって、その後のキャラクターのそのデザイン、ファンタジーとしてのそのアイコンといいますか、表現するために書いているんですけれども、ファンタジーっていうジャンルに縛られすぎると、自分たちの持ってるものを出しづらくなっているような気が途中でしたんですね。で、作ってるうちにその代ぐらいのファッションのスタイルであったりとか、そういったもののシルエットが、主にその背景の、処理が絵画調になっているのが、多分パッと見た手触りとして一番特徴的なのかなと思うんですけれども、独創的なものを、盛り込んでいる、たものをどういうふうに融合させていくのかっていうとか、苦労したところですし、一つ見どころなのかなというふうに思っています。デザインの中では、そのアトラスらしさというか、我々らしさっていうものは、スタイリッシュさであるとか、キャラクターの造形であるとか、ファンタジーって言われて想像する好きな部分というのは、もちろん我々も好きなのでふんだんに盛り込んでいますし、アトラスも特有のタイトルの持っている魅力っていうものが、期待されるものに応える部分っていうのもちゃんと盛り込んでいる作品になっていると思います。宗教音楽というコンセプトに、メタファー、リファー。